はい、お待たせしました。今日のランチね。はい、マグロ尽くし。はい。今ね、あの醤油とか配るからとりあえず。今日のレクはランチで、お寿司。今月最後のね、ランチ、お寿司です。マグロばっかり。どう、美味しそう？美味しそうよな。ちょっと見て。ちょっとだけ変えるね。だけでは。あれ、みきこさん、それ無事になりますよ。すごい。向き、椅子向き変える？うん、ごめんね。これだったのでね、さっきね、あのほら安藤さんが聞いたじゃないですか。丸山さんどう？お寿司。ただあのみのろくんはお醤油が食べられないから困っちゃったけど。お醤油？うん。お醤油持ってくるから。薄いお醤油。あ、薄口ね。薄口。ああ。薄口。はいよ。醤油つけなくていいんだけど。今お醤油持ってきますよ。はい。ほんの少しちょっとでもね、ちょっとで、はい。ちょっと今日だけ我慢してもらって。大変どうですか。どうはね。お寿司だよ今日は。ねえ、ありがとうね。高級。今月最後のランチはお寿司。よかったね。お、トミさん。膝がない。醤油ね、今持ってくるね。うん、どう、お寿司だよ今日は。持ってきくれる。うん。よかった。もう待ってろ。田尻さん、はい、今日お寿司だよ。お昼。だから待っててくれるのが大丈夫。嬉しいね。レディファーストしかワインだよ。寄ってあげておいて。うん。あと、持ってきてくれるから。三島さん、どう？お寿司。ちょこっとつければいいや。大丈夫かな？お醤油つけられるかな？ここに入れたら？皆さんこれから美味しそうに食べます。いただきます。はい、いただきます。自分で買って食えねえよ、ね、自分で買って食えませんよ。じゃあランチ紹介でした。